怪人だ、逃げろ。くくくくくく、あれで君は逃げなくてもいいのかな。プクプクプク、プクプク、会社疲れの新人サラリーマンってところか。カニを食いすぎて突然変態を起こしたこの俺、プクプク、死にたいんだね。一つ違うな、俺はサラリーマンじゃなくて無職。そして今今日も面接だったが、見事なんか全部どうでもよくなった。カニランテ様が現れたところで逃げる気も。くっ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 く。で、逃げなきゃどうなんだ。くく、死んだ目のヨシミだ、特別。それに今は別顎の割れたガキ、見つけたら八つ咲きの刑だ。うーっ、くっ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 く。おいガキ、お前カニの怪物に何かしたか。公園で寝てたからマジックで乳首描いたよ。このガキ、自分がやったことをまだ分かってない。どうする、今ならまだ。ああ。しかし可愛くないな、これ。俺には関係ないし、放っておくか。そうだよ、別にどうでもいいことじゃねえ。見けた。何やってんだ俺は。ガキ、狙いはお前だ、早く逃げろ。返した、もっと強く。
めえみたいな悪役を一撃でぶっ飛ばすヒーローにな。そいつはやめな。かかってこいごら。なーにーなー、ヒーローだ、この落ちこぼれめ。なりたいのはこういうヒーローなんだ。ここで死ね。思えばあれから3年も経つのか。あの時から俺はハゲるくらい死に物狂いで特訓して時のパワーを手に入れ、なりたかったヒーローになれたはずだった。だがどうしてだ、何かが違う。俺はなぜこんなにも心が満たせ。世の中の枠は一向に消える気配。これは俺がヒーローを始める前と変化ないこと。つまり俺は社会に何ら影響を与えていないと。それについては別に悲しくはない。しかし俺は今悩みを抱え、以前は戦いの中で様々な感情が渦巻く。恐怖、焦り、怒り、それが今ではワンパンで片付く。怪人やモンスターと戦っている時、俺はヒーローを趣味としてやっ、つまり自己満足ができればそれでいい。イナズマックス。ヒーローフォーラムのストーリーが開放されると、クリックしてメインストーリー画面を開いてください。クリックしてヒーローフォーラム一覧画面、こちらには現時点でのヒーローフォーラムでは、こちらからこのヒーローフォーラムの詳細を確認したら